はい。数学を担当します。鈴木なとです。よろしくお願いします。さあ、ちょっと想像してみましょう。あなたは今、散歩をしています。そこに、猫がテクテクテクと目の前にやってきました。さて、その猫はオスでしょうかメスでしょうかね。まあ、こう聞くと、 まあたいね、えー、オス、メス、の皆さんの返答は、えー、半々ぐらいになってくるでしょうね。何の条件もありませんからね。うん。だけどね、もし、その、てくてくと前にやってきたのが、ミケネ猫だったらどうでしょうか。ミケネ猫だったときは、これはね、まあ、知ってる人は知ってると思うんだけど、 かなりの確率で、メス猫っていうふうに決まってるんですよ。うん。三毛猫でオスが生まれることはほぼほぼないのね。だから、テクテクとやってきたのが三毛猫だった時っていうふうな条件がつくと、その後にオスですか、メスですかとかっていうふうなお話が来たら、それは 今までだったらオスメス2分の1ずつだろうなっていうのが一気に変わるわけですね。条件がつくことによって考える確率が変わってしまうっていうことはよくあるんですよ。だからその今回やる問題は条件付き確率っていうテーマになるんですけれどもその条件がつくことによってあ、そこを求めるのね っていう今までと発想がちょっと変わると思うんでねその部分をゆっくり見ていきましょうではどうぞはいということで確率丸八、条件付き確率っということで全2部で、えー、放送していきたいと思いますさあ、えー、条件付き確率1、えー、問題まず読みましょうか袋の中に 大きさが同じ玉が10個入っていて、それぞれに1から10までの整数が1つずつ書かれている。つまりこういう状況ですね。この袋から玉を1個取り出す思考で、取り出された玉に書かれた整数が偶数である事象を A。2、ーハート、ここですね。3の倍数である事象を B とします。サブロック。 この時、次の確率を求めましょう。さあ、事象 A が起こる、事象 B が起こる、赤事象 A かつ b が起きる。この1から3までは今までの復習。まあ、ここの部分の話だよねっていうのを確認していきましょう。そして4番が今回やりたいやつ。事象 A が起こった時に、事象 B が起こる条件付き確率と。 なんかカッコ3と同じじゃねっていうふうに思いがちなんですけれども、ね。このカッコ4はカッコ3とは違う考え方になりますんでね。うん。それを見てみましょうと。まあ、まずはカッコ1番のところ。事象 A が起こる確率。これは、 こんな感じで書きますね。B かっこ全部で、一二三四五六七八九十十通りあって、A が起きる、2、4、8、五つ。っていうことで、分母が十で、分子が五二分の一こんな感じで書くよね。そうだよね。 この A が起きる確率っていうものは全事象が10通りその中で事象 A が起きる場合の数っていうのが5通りだから1 2分の1こういうふうに計算しますねうん事象 B も同じだね事象 B になったら B が起きる確率全部で10通り その中でサブ693等いい、ね、こんな感じで書くね A と B の積実証これもやっぱり10分のね全部で10個あってその中で A でもありかつ B でもある部分 一個ある。ってことで、十分の一。こういう風うになってくるわけ。ね。で、カッコ4番。事象 A が起こった時に事象 B が起きる。だから結果としてはさ、皆さんが想像している通り、この6っていうのがキーになるんだけど、話がちょっと変わってくるわけね。事象 A が起こった時にっていうので、話が一回切れてるんですよ。 ここが重要です。自称 A が起こった時にって言ったことによって今までは全体がこの U のところ12345678910これで考えてたんですけど自称 A が起こった時にっていう風なフレーズがあることによってこの A の部分 2C ロハと ここしか考えないよっていうふうになるんですよ。カッコ4番の捉え方っていうのは、実はこんな感じなの。袋から1個玉を取り出しました。で、ちょっとここでね、えー、私は真実しか伝えないというふうにしておきましょう。そうすると、取り出した玉を見て、お、グスじゃん。 っていうのをあなたに情報として伝えたとしましょう。さて、ここで問題です。この玉。ここの玉に書かれている数字が3の倍数である確率は何ぼでしょうかとこういうふうな問いかけがこれなんですよ。事象 A が起こった時。 つまり、もう手の中には、2、4、ハー等しかないよと。1、3、5、7、9はもう考えないよと。こういうふうに言ってるわけです。だから、今まで考えてた全事象の部分が、A の部分になってくるのね。だから、全5通りよ。これで考えなきゃいけない。 ね、条件付き確率の一番めんどくさいところがここね、今までの話だったら全部1から10まで考えてたけど、A が起きたよって言われたらキュッと。A のところだけしか見ないで考えていきましょう。そういう話なわけ。じゃあ分子はこの2、4、ーハ8等の中でさらに3の倍数にもなってんのはこの6の1箇所だね。 ってことで、5分の1。これが答えになります。さあ、これをもう少しばかり、ね、見ていきますと、これは、A っていうのが起きたよっていう、この部分を全事象と考えて、1のところっていうのは、A も B も起きている。赤事象のところ。 こうやって、ね、求めるのが変わったよね。ここの A のところが起きたっていう前提条件のもとで、B も起きてる部分の割合を答えるのが、この条件付き確率になる。でも、ね、毎度いろんな問題がこういうふうに、場合の数、全部数えられるようなものではないよね。だからちょっと式を変形していきましょう。この5分の1なんだけど、 全磁章で割ってあげると、分,分子分母をね、分子分母を全磁章で割ってあげると、この10分の5っていうのは、10の中の5の部分、ここは A が起きる確率っていうふうに見れて、上の部分は、 全体の中のこの部分ですから A かつ B が起きる確率。これの計算っていうふうにも見れるわけね。条件付き確率っていうのはこうやってベン図を書いて考えることができるんだったらまあこれで求められるんだけどそうじゃないときっていうのは確率分の確率で求めてったりとかします。ね、この部分をはい。 記号で見ていくと、こんな感じ。事象 A が起こった時に、事象 B が起きる条件付き確率。PA かっこ B。A が起きたこと、ね。A が起こった条件のもとでっていうので、ちょっとちっちゃめに A を書いてあげて、B が起きる確率は、というふうな感じで書いていきます。 さあ、そうすると、ここに書いた、はい、A が起こったよっていう時にですから、この部分が分母に行きます。で、A でもありかつ B でもあるっていうところが分子に来る。こういうふうに覚えてくれればいい。同じ設定で、事象 B が起こった時に事象 A が起こる条件付き確率を求めましょう。 話がちょっと逆になったね。さっきは事象 A が起こったという条件のもとで、事象 B が起きる条件付き確率。今回は、事象 B が起きた条件のもとで、A が起きる条件付き確率。そうなってくると、はい、文法、どうなるそれは、B が起きる。 サブロッですね。このサブロッっていう3通りの中で、A も起きてる部分っていうことで、3分の1、こういう風うになるわけ。つまり、これをまたちょっと記号化すると、 B が起きたよっていう条件のもとだから、分母はこれ。分子は B も A も起きるっていう感じなんだけど、まあ B かつ A っていうのは結局この部分を表すから、分子のところはこっちでもいいからね。A かつ B でもいいです。うん。 で、これで求めることができるよって感じ。あれさっきは5分の1でした。今回は3分の1でした。だから、さっきやった、この A が起きた条件のもとで B が起きる条件付き確率と、B が起きた条件のもとで A が起きる条件付き確率っていうのは、 常に等しいいいっていうわわけけじゃないわけだねさっきこっち5分の1だしこっち3分の1だしねだからちゃんと別々に求めていくようにしていきましょうはい条件付き確率1でした2の方もちゃんと見るんだよでは折ります今回の講座はどうだったでしょうか数学では理解していたとしても自分では解けないっていう問題が よくありますねだから教科書とか問題集とかを使って類題を解いてみましょうじゃあ一緒に頑張っていこうねまた次の動画で